どうもジョピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、実は3分前に起きたんですけども、今日ですね、とある業者が来ます。業者が5分で来ちゃうということで、これだけですね、ちょっと覚えておいてください。はい、じゃあ後で会いましょう。はい、終わりました。はい、ということで改めましてどうもショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。で、まあ、今回もですね、ミニマリストの実態、まあ、ぶっちゃけどうなのよ、ミニマリストってどういうことをやってんのみたいな、それをシェアするための動画になるんですけど、今回はですね、その引っ越しの一部をちょっと見せたいなというふうに思います。まあ、引っ越しの一部っていうか、引っ越しの前にすることですね。で、まあ、今回もですね、僕は断捨離をしました。はい、何を断捨離したかっていうとですね、洗濯機です。はい、まあ、さっき見せましたけども、洗濯機を断捨離しました。もう何にもないです。はい、こんな感じですね。で、なぜ僕が断捨離をしたのかっていうと、まあ、ミニマリストは必要最低限のものを持つですけど、ここの洗濯機がですね、まあでかかったというか、だから僕のそのライフスタイルには有り余るパワーと性能を持っていたので、まあ、今回その洗濯機をダウンサイジングしようと思って、もう今ここにあったものは売りました。はい、で、ここで、まあ、この動画を見てるあなたは、いや洗濯機はさすがに必要でしょうとか思ってるかもしれないんですけど、まあ、僕の場合、まあ、洗濯機は必要なんですけど、その今のライフスタイル、まあ、洗濯物って本当週に1回するかしないかペースなので、パンツは自分で洗ってます、まあ、手もみで洗ってますし、うん、それを考えるとこの洗濯機のデカさ、さっきの洗濯機のデカさはですね、あり余っちゃってたんですね。ということで、さっきの洗濯機はまあ処分したということです。捨てたんですかっていう思うんですけど、捨てたんじゃなくて売りました。はい、リユース、リサイクル、リサイクルじゃないですね、リユースですね、リユースしてくれる業者に売りました。まあ買い取ってもらいました。まあ僕はですね、まあここから一歩も動かさなかった洗濯機、週に1回ペースでしか回さなかった洗濯機っていうのは、次のオーナーさんに行って次のオーナーさんの役に立ってくれるでしょう。はい、という感じでですね、もうだいぶ感覚が麻痺していまして、あ、これ必要ないから、まあ手放そうみたいな、その必要ないから手放そうで実行するまでのその感覚がですね、めちゃくちゃ早いです。大きさ関係なく早くなってます。あ、必要ないな、処分しようって思ったらもうすぐ処分しちゃうって感じですね。で、次の引っ越し先っていうのは、正直この部屋よりも狭くなるんです。謎のスペースが広がっちゃってるんで、使ってないスペースがいっぱいあるんです、今の部屋って。なので、もっと狭くしても十分だよねっていうことで、次はですね、今よりも格段に狭い部屋に引っ越します。まあ、なのでもちろん家賃も抑えめですし、てかまあ今が高いんですけど、家賃も今よりもずっと低いです。余ったお金でビジネスに投資したり、人間関係に投資したり、健康に投資したりして、もっとですね仕事頑張りたいと思います。じゃあ、まあついでに洗濯機以外にその引っ越し前に何を捨てるんですかっていうのをですね、ちょっとシェアしたいと思います。前回そのベッドあるんですかっていう動画撮ったんですけど、そのベッドです。これも処分します。で、あとはですね、これですね、この掃除機も捨てます。これはですね、この物件に引っ越してきた時に買ったサンダーバードかなの、あ、ツインバードだ、ツインバードの3000円ぐらいのサイクロン掃除機です。はい、で、これはですね、足を温めるやつですね。遠赤外線の力で足元を温める、まあそんな道具です。この景色ともそろそろお別れですね。今のうちに目に焼き付けておきましょう。
はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ今回もですね、ドン引きしていただけたんじゃないかなというふうに思います。ほぼ全ての人はその時々によって必要なものっていうのが変わってくると思うんで、環境だったり人間だったり情報だったりっていうのをフレキシブルに変えていけばいいんじゃないかなというふうに思います。まあこれだけ物を捨てて、で実際普段も物を持ってないわけなんで、あの引っ越し業者はですね、業界最安値と言われてる赤坊さんを利用させてもらいます。このチャンネルはですね、なんか羽振りが良くて、なんかお金バンバン使ってすごい華やかで豪華でリア充アピールっていうのはですね、一切しないつもりなんでまあこのチャンネルを見てなんか貧乏臭いなとか地味だなって思ってるかもしれないんですけど、2016年はかなりいろいろ羽振り、まあ人に怒ったりとか、あのアマン東京っていうのがですね、僕のその時大好きな場所だったんですけど、そういうのでいろいろご飯も食べたりして、うん、結構豪遊してました。でも、そういったものに使う必要性を感じなくなったので、2017年からは僕についてきてくれてるコンサル生さんだったりとか、最近でしたらこの見てくれてる視聴者さんのために僕はお金を使っていこうというふうに思ったので、今ですね、まあパッと見質素だと思いますけども、僕の中では水面下ではかなりお金を使ってます。それ必要じゃないのって思うことも結構簡単に手放せるんだな、ミニマリストの人はっていうのが分かってくれたら、僕はそれで十分だと思います。はい、ということで、まあ、まだまだですね、これからも、ミニマリストネタだったり健康ネタっていうのをシェアしていきますけども、もしこの動画がですね1ミリでもためになりました、面白かったですというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。